ニバー。はい、どうもこんにちは、劇団忍者アタックです。ニリピョンピョンということで、はい、はい、また始まりました。まず稲川先生からお呼びしましょう。はい、先生、はい、お願いします。どうもよろしくお願いします。前回も楽しかったですね、はい、先生。あ、そういうことです。システマといえば、だって我々同じ軍事格闘だから、はい、ですよ。うわうわ、全然痛くないです。そういうことですね。北川先生といろんなちょっとこう裏の話ができました。はい、先生、その裏の話を画角に収めたかったです。いや、それは画面です、はい、ロシアもね、やっぱ特殊部隊にお前やられるよ先生。あの、やっぱスペツナズってどういう特殊部隊なのかちょっと教えてください。アメリカが撃ってるとこです、はい、イギリスは SS、はい、ロシアのその、まあ、特殊部隊、はい、まあ、半端じゃない、はい、特別なちょっとミッションをこなす部隊ですね、はい、で、特にロシアの方たちって赤を使うんですね、赤で、はい、こうやって言って、はい、AK っていうのが、はいはい、銃となんか体術とっていうのがこう混ざってる、はい、うん、特殊なその技が多いっていうか、こう先生はあのロシアに行って学びに行かれてることって何度かあったじゃないですか。はい、うん、学んでない、あの教えに行かれた。そうそう、剣術を、刀が向こうが必要で、はい、そこで交流した時にやっぱシステマっていうのを見せてもらって、すごいびっくりして、ははは、すごいですよ。じゃあもう先生、もうお呼びします。はい、ぜひ、はい、そうですね、はい、じゃあ、北川先生お願いします。北川郁恵先生です。はい、はい、また、はい、間違えたんですね。え、名前間違ってる？間違ってるね。北川郁恵先生です。どうぞ。郁恵です。育てるに英語の A で郁恵。北川高秀って言います。え？全然違う。これ間違えました。また間違えちゃった。これやばいっすね。あのね、達人に対してね、失礼だよ。ね。だから今日そういう意味でね、面白くおかしくもっとしてくださる人がおられますので。そうだね、またね。はい、呼んで、はい。南川さんです、よろしくお願いします。どうも、南川でございます、はい、よろしくお願いします。ちょっとピリッとしてるので、私がバッとさせて、ありがとうございます。バッとパウダー、はい、ありがとうございます、はい、今何て言いました？パウダーパウダー、さらっと、そこ別に掘らなくてもいいです。掘らなくてもいいです。で、さっきあのそのおっしゃってたスペツナズの、はい、そのまあ戦闘術の技とか、まあ、武器とかたくさんあるじゃないですか。僕もその YouTube とかでシステマの動画を見たんですけど、北川先生がそのなんか武器持ってられるとか、はい、その武器について語ってるところって見たことないんですね。で、それって確かに先生おっしゃるようにタブーなことなんですけど、やっぱタクチャンネルですから、うん、そうですね、ちょっとそこの扉を開いていただいて、はいはい、そうですね、本当は先生いろいろ出したいですよね。でも出したいけど、やっぱりそれが犯罪に使われるのはすごい怖いですね。そういう意味で北川先生あれなんですか、表にあんまりそういう技が出てこない、うん、まあ、基本あの護身術の方が多い、はい、そうですよね、うん、はい、うん、今日はせっかくたくさんいらっしゃるんで、うん、ちょっと攻めというか、なんか攻めを、そうですね、映画にちょっとね、うん、僕の場合は消化できるので、はい、そういう意味でちょっと見させていただきたいなと思っております、うん、はい、じゃあですね、はい、南川さんもね、今回武器バージョンのなんか、そうですね、芸をね、はい、武器バージョンの新しい進歩のしたそのお笑いを見せることができれば、実はあの太田、あの明日あれ持ってきて、あの先生、あれお借りしていいですか、あの吹き矢の、あ、大丈夫です。で、これがね、人体だと返しがあるから抜けないのね。で、それを今日は痛くないんか、痛いのか聞きたいなみたいな。で、無理、そんなそんなお笑い絶対ダメ、全然ほら、こんな抜けないですよ。じゃ、これは痛いですか？これは痛いです。これはバンされるよ。いや、できないんだったらなんかちょっと待ってなんか こちらの方がなんか無理難題を言ったようで、いやいや、無理難題でしょ。全部レンジを代表して謝ります。すいませんでした。すいませんでした。やりづらいチャンネルやな、これ。すいません、やりづらいの、早く下げて。はい、北川先生、じゃあ早速、じゃあ早速ナイフ、あ、その前にね、はい、ご紹介、そうです、インストラクターの近藤さんです。近藤さん、近藤さん、近藤さんがいないと。革がついていないけど、近藤さん、はい、革ね、
システマでもそういったナイフトレーニングってあるんですか。まあすごいありますね。まあ、トレンジャーだとでもやりますから、相手が攻めてくる。いつでも出せるんですね。もう一回お願いします。早っ、すごい、ね、滑らか、全然今までとまた違う。今度こっちサイドから取りますわ。もう一個なんか違うパターン。酔うのにカメラめちゃめちゃ動いてる。いやでも、はい、あなたはいつも撮ってて、うん、ナンバリング言うじゃん、うん、北川先生、うん、ナンバリングだよ、ね、そうだよ。それはまあ軍事格闘はやっぱナンバリング以外狙わないから、うん、そうですよね。無駄なところを刺さないっていう、的確だよね、目つぶって。いや、この相手の払ったりするんじゃなくて、触れて感じてるのがすごい大事だから、だからこう目つぶっててもあんま変わんないんですよ。はい、動いて、目つぶってみて、こう、ついていく、ついていく、ついていく、で、全身を使って、うん、で、相手のを使ってみて、で、何ならつぶるんですか。あとはまあ、こう来て、あとこういう相手の緊張がいっぱいあるんですよね。はい、ご覧になられてどのようなイメージを持たれました。どうですか。背中が柔らかい。背中が柔らかい。背中が柔らかい。これ、これが危険。先生よく言いますもんね、うん、あの背中がすごい達人になってくればくるほど肩甲骨がこうやって浮き上がってくる。ちょっと触ってみ、はい、あとここに筋肉がついてくる、はい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 、前胸筋つって、はい、こここうついて、ここからこう、はい、正面から見ると、はい、兵士って分かんないので、はい、ここから見ると分かる、はい、じゃあちょっといつも、はい、あの足田がですね、はい、あのいつも高槻拓稲川先生の技をこう受けてるんですよ、うん、足田でちょっと一回やって、うん、はい、まあ、ちゃんと僕のところ狙って、ちょっとそこは届かないから、ちゃんと当たる、当てて、ここからでいい、これぐらいです。ちょっと先生、はい、あれも試してもらっていいですか。その緊張してるところにさ、はいはい、パンってやる、あれがめちょっと珍しいですよね。俺らはそういうのやらないので、こう、あっ、体が縮む、これはね、あのシステマじゃない。だってあんまりあの殴ることしないもん、手を。もうそのまま、それがちょっと今見てて珍しかったな。こう相手がこう来るじゃないですか。おお、こっちに聞いておられますか。見た、さーっと、ね、おお、面白いわ、ね、似てる剣道長がちょっと違ったり、もうちょっとなんか見てみたいね。見てみたいね、うん、ナイフ以外でもちょっと、じゃあ喋るやつ。あ、喋る、ありがとうございます。はい、
応こういう軍のっていうか、はい、まああのスペツナーズチャブルって言われるやつ、はい、軍のっていうのはどうしてやるの？私も持ってます、これ。まあちょっと危ないから、まあ、カバーつけてね、はい、大丈夫ですか？すごい。ちゃんとコントロール、体をコントロールしてるっていうさ、やっぱ素晴らしいね。いや、タクちゃん、はいはい、システマってさ、いつも南川さんがさ、面白くしてたからさ、こんなにえげつなくてやばいとは思わなかった。やばいよ。それが南川さんの伝え方が悪かった。南川さんのせいだね。あんな面白おかしくしちゃったから、ね、全然痛くないです。ちょっと、ゼロレンジのスコップの技とは違うんだよね、はい、なるほど。じゃあ一回そのゼロレンジのやつを稲川先生ちょっと見せてください。先生が、さあすぐ給水タイムに行くから。いきなりすみません先生、はい、それ大丈夫。もしあれだったらあの先生のところのインストラクターさんお借りしてもいいよ。多分ね先生ね、スイッチ入ってると先生今日ね嬉しいから、嬉しいから、うん、ほらちょっと待ってください。おお、早い。ちょっと待ってください先生。そうそうそう、スネもいつもやってる。早い。そうそうそう、ちょっとクラマガとかシステマとかやっぱ軍隊に教えてるんで、うん、あこうですよね。おお、首をいっちゃう。スネだと思う。ああ、おお、多分なんか似てると思います、はいはい、うん。面白いのがね、ここがさ、あの丸いのよ、こった。はいはい。先生、あ、ちょっかりして。だから、あのリボンでもさ、こう使うんだよね、剣を使うんだよね。はいはい、そう。ね、だリボンだと、このまま、しゃがんだ時にここに入れちゃう。あ、これを下げるのと首一緒ってやつだね。あー。で、下にするのが首になりますか？そうですね。首ですよね、先生、やっぱり。まあ、そうですね。首とか、まあ、一番気になる。チバチでいますし、ズボン履いてるからね、ここら辺とかだとね、切れないんでね。だからやっぱ出てる時を切る、まあ脇下ももちろんあれなんだけど、脇下もこれも急所なんですけど。あっ、うわぁ、うわぁ、うわぁ、なんかあの真っ暗で表と裏が分かるように。あ、なるほど。カトチニコフっての方が、はいはい、カトチもらったっていう。へえ、すごいですね。実際にあれはあの現場でスコップとしてあるってことですか？そうです。あの穴掘ったりするんですよ。掘ったりする。そうです。で、あのシャベルっていうのが実際の白兵戦で一番使われるっていう、うん、ナイフとかに、うん、発祥はそれ、なんでスコップをこれを武器にしようと思ったんですか？その前にあるからですよ。あー、なるほどなるほど。確かね、ゼロレンジはあのあそこからね、先生が撮ってるから。あ、うちのシャベル術どこからですか？気分のピースパイが、あ、そこですね。そこだけなんですね。絶対撮んねん、それ。はい。すいません、うちの南川が、すいません、うちの南川が本当に、本当にもう俺ちょっとめっちゃ怖かったちょっと待って、それよりも北川先生、北川先生が書いたのに、はい、ダメですよ。そのなんでそんな路線をうちの俺じゃないうちのその師匠のスイッチ入れないでください。住んでるの悪い癖だと思うんですよ。
全然悪いですよね。確かにね。確かに悪い。悪いです。タクチャンネル。けど、はい、あやっぱ一緒だよね。本当にやっぱ見てて共通する点もたくさんあるし、なんか逆にこのタクチャンネルでやっぱ先生の良さが少しでも広がるといいじゃない。やっぱり出てないと思っちゃうから。俺もやっぱり先生すごいし、早くコラボしたかった。はいはいはい、うん。今スコップのあれ見せていただいたじゃないですか。うん、我々ほらゼロ距離戦闘術というのはね、カランビットナイフあるじゃないですか、うん、ちょっと先生に形状とか見てもらって、うん、ね、あ、そうだね、うん、おー、そうだね、うちあのカランビットが主流でして、あのこのナイフ先生が止まりない、映せないですよね。映せないでどんどん上がってきてるんですよね。じゃあやろうかな。ちょっとじゃあタクちゃん。やるの？技見せて。あ、そう。まああの単純にお腹お前怒られてたじゃん。ちゃんとついてこいって。そりゃそうだろ。しっかりついてきなさい。ついてきて。こっちはリバース。リバース。リバース。北野先生もカランビットナイフはあんまり使わないんですか？うん、まあ僕は使わないですけども、うん、でもまあ、あれば使えますよね。あー、そうですね。そう、さすが。あるものを武器にする。多分戦闘術ってそうじゃん。なんかあの、新たにシステマに取り入れるなんかありますか？そうですね、先生、はい、このカランビットで、はい、先生、システマにちょっと溶かしたのちょっと教えていただけたら、なんかこれでシステマだったらこういうのかなみたいな。そうです。まあちょっといろいろやってみましょう。ありがとうございます。ないですけども、はい、やったことないですけど、システマの練習でこのナイフは見たことないです。あ、本当ですか、はい、嬉しいです。正直これも今先生があのカランビットナイフ持ってくれてすごい嬉しいです。これなかなかレアな絵じゃないですか。うん、ね、そうですね、うん、じゃあ、まあ、適当に整理してもらって、まあ普通にこうやってアニマを下でこうやってしますよね。ああ、結構コントロールしてみて、おー、まあ刺し方とかあって、ここだと表面が削るだけなんですけど、ちゃんと刺さる刺し方だと削れるんですね。あとはじゃあ、こんなに寝て、はいはい、相手が寝て、ここを襲ってきましたっていう、これを音ですね。おぉ、これすごい大きいです。まあ、こういうデロボのフラッチから、はい、こういうちっちゃいんだと、まずこういうところですよね。はい、で、パッと近寄って、うわー、なるほど。今穴に入れてるわけですか？そうです、ほらほらほら、はいはいはい、下ネタみたいな、ねえ、こういうのも全部出さないと打ったりするんですよ。わー、これでコントロールしてるわけですね。すごい、ここに指にも緊張があった。うん、やっぱりこのめちゃめちゃ痛そうだ。いや先生結構困らない。先生さ、でめちゃめちゃ笑顔終わった後に石井道具かって終わったらニコニコして、えげつないっすよね。俺らはもうなんかね、倒した後もこう明日痛くなかったかって、やっぱ俺らはこう沈んでるのよ。うちらゼロレイ、そんなことないわ。沈んでもない、喜んでる。小野さん、どうでした初めての今日？すごく危険だなって実感しました。引っかかってくんだよね。でも先生のさっきの使い方で本当にここで緊張したところにクッて入っていくっていう、この使い方が実に出ましたね。はい、近藤さんの、うん、先生、あの南川さんの肩甲骨見ていただいていいですか？どうぞ、僕の肩甲骨。あ、いや、もうほら、ここ張ってます。え？意外と、え、本当いいんですか？いいですね。いいんですか？いいですね。はい、ちょっと待って。先生、我々、いいですね。いいですいいですか、これ。やっぱり背中っすよね。みんなこっちばっかりだから。やっぱり、たくさんにも言ったんですけど、こっちちょっとついてくださいと、うん、お前そう、腹筋とか割れてるとやっぱ洗浄じゃダメだって言って、うん、だからさっきも先生の俺、ね、正面触った時に、はい、あ、いいなと思って、体が、背中をこう、つえな
っていうね、やべえ人だーみたいな。うわ、でも稲川先生もあの南川さんのね肩甲骨触って、あ、発達してる、やっぱだから、ねね、お笑いに溶かしてるだけで真面目にやられてるのよ。そう、本当は本当はヤバい人なんだ。そうそうそう、宮川さん、そうそうそう、芸人としては、うん、お前ダメだよって言って欲しかったんですよ。いや、うちの師匠、はい、ガチなんです。すみません、申し訳ないです。お勧めつけていただいて、はい、ガチなんで。だから、ちゃんとあのやっぱりやられてるのよ。あ、すみません、はい、だけど、それをね、ちょっとね、システムを広めるためにさ、ちょっと面白おかしく、その方が広がりやすいよってわざと自分を陥れてさ、うん、やってるわけじゃないですか。恥ずかしい、恥ずかしい、それじゃないでください。でもこうやってね、あのシステマっていうのを、うん、で北川先生のやばさ、うん、もっともっとこう広く、うん、いろんな人に知ってほしいよね。そうだね、うん、だからまた先生お呼びしようよ、本当。いやね、うん、じゃあ北川先生がこう発信したい、教えたいことって何かっていうのを最後いただきたいんですけどね。はい、これが一番大事です、はい。まあ、あのこれは稲川先生とかすごい自衛隊の方にも教えたりして、はい、すごい国防に関わってるじゃないですか、はい、で僕にとっての国防ってのよくあって、それはあの自殺する人を減らしたいってことなんですよね。ああ、素晴らしいですね、うん、やっぱいっぱい死んじゃってるじゃないですか、はい、でそういう人を助けるのにシステマで、まあ、強くなれば、まあ、メンタルも強くなって、であのへこんでたところでも生きているいけるんじゃないかなっていうのがあるので、うん、まあ、あの今こうやってシステムを皆さんの力を借りて勤務させていただいています、うん、ぜひやってみてください、やってみてください。ぜひシステムは最高なんで、はい、みんな習いに行ってください、はい、極限の、ね、緊張状態でもね、うん、こう生きていけるそのメンタリティーをね、次回さ先生をお呼びしたときはさ、うん、呼吸法も学ぼうな。そうですね、このチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いいたします。はい、はい、ベルマークがバッと押したらフラッといくから、はい、ね、それじゃあ皆様いきます、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。北川先生から、はい、ストライク学びたい。お客さんに教えたら多分強くなっちゃうんじゃないかな。嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しいです。はい。すっごい難しいです、ね。ちょっとウェーブかけるシステムのパンチやってみるわ。